12日フィギュアスケート世界国別対抗戦東京体育館3月に埼玉スーパーアリーナで行われた今季の世界選手権ペアで日本勢として史上初めての優勝を果たした三浦陸21木原隆一30組木下グループが試合リンクで2度行われた公式練習に参加貫禄の調整を着々と進めた 木原龍一が点灯、でも余裕の笑顔。今季はシングルを含めて日本勢史上初の年間グランドスラムを達成した陸流、テアは安定感ある動きを見せ、SP 曲をかけた1度目の練習ではツイストリフトやサイドバイサイドのジャンプ、スロージャンプといった構成要素を確認。フリー曲をかけた2度目の練習もリフトの調整を入念に続けた。 一度目の曲かけ練習で、木原が前のめりに転倒する陳情面もあったが、曲がかかり終わった後に声を上げて笑う余裕も見せた。練習後には報道陣に取材対応し、大会の目標を聞かれた三浦は、みんなの力になりたいなというのが一番で、二つ目にショートとフリーを揃えられたらなという思いがあります、と宣言。木原も、 ある程度試合ができる状態にはできたかなと思います。と語った。ペア SP は14日16時に競技を開始する予定で、陸流、ペアは5番滑走として16時41分から演技する。